ご利益あったかも。 行けそうだ。 大変だな。 強くなってるぞ。 Thank you.
前はこういうところはどう思うんだ。映画の中の世界みたいに感じる。若いやつには縁のない場所かもな。誘われているみたいだぜ。ただし妖怪だろうな。なんだこれ。ようやく会えたな。大事に使えよ。獣退治に慣れてきたな。見守ってくれそう。そうだな。Thank you.
あそこ。嫌だった。一旦の目のやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。捕まえるぞ。悪いね、力を借りるよ。返す予定はないけどな。またお前か。こいつを付き合ってみてもいいか。やったー、僕じいちゃんの。しっかり祈ったか。もちろん。この辺りにいるな。どこだ。見つけたぞ。この社に隠れてやる。鍵が向かってやがる。どこかにないか探してみようぜ。大丈夫だよ。
いわけじゃなさそうだ。そうだね。社の鍵だな。かくれんぼを終わらせるぞ。あれ、いねえな。どこ行った？ねえ、ケイケ。噂の鍵隠しとかじゃないよね。さあな、飽きて帰っただけかもな。ともかく、かくれんぼは終わりだな。
やったな。桜の汚れを払うぞ。やっぱり桜はこの色だね。赤くなるのは女の頬だけでいい。何があったの？この工事現場で死人が続く。もともと良くない噂が。やめとけばよかったよ。ここにいる何かを怒らせちまったんだろうな。この現場はヤバいって聞いてたんだ。当主の怨霊。
それを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。なんか嫌な予感がするんだけど。この鎮魂碑をぶっ壊すぞ。正気か。まだ貴様の脳内は殻が残っていたか。ありがたいね、壊す手間が省けたぜ。また我が館。何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができることだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。あれはまことにむごい仕打ち。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してる奴に裏切られたんだ。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。
これでまた強くなれた。商店街か。俺はなんだかんだで利用するな。欲しいものはすぐに手に入る方が好きだ。手本を見せてやるよ。
れでよし。なんだ。
信心深いな。こういう時だからね。これって…小僧だ。お、なんだ。今だ。つまんで近づけ。使えそうだ。あったかも。
れ様。あなたたちを見ていると、エリカが猫を拾ってきたことを思い出すわ。猫と人を一緒にするなよ。でも、救いたいという気持ちは変わらないわ。Thank you.
たぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。平凡に見えるな。奴の動きが止まったぞ。大事に使えよ。それでいい。もっと救うぞ。心配してたんだよ。だって、ねえ、またかかまだね、そこは誰にもすごいんだ。普通、ミントは7階建てのこっちゃかかる。あの子、ただかくれんぼが好きなだけなのかな。あそこまで執着するって。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。あれは六六尾だな。六六尾を探すんだろ。そっちじゃない。見守ってくれそう。そうだな。どこから首が伸びてるの？長すぎるよ。追いかけっこは終わりだね。使えそうだ。俺たちもそれほどの暇じゃねえんだけどな。見つけちゃったから仕方ないね。
れた。ちょっとヒヤヒヤしたな。任せろ。次に行こうか。あの子、ただかくれんぼが好きなだけなのかな。あそこまで執着するってことは何かあるな。まずコンビニを探してみようぜ。たくさんの。
いけど眠っていてくれ。コンビニがある。7階建てのマンションか。の場所か。確かに普通じゃいけないな。あの子はやっぱり僕たちにここを教えたかったんだよ。じゃあこの神隠しの元凶を片付けてやろうぜ。
君は帰りたくないの？平気だよ。ここならずーもしかして。そうだよ。すぐここからがかくれんぼだよ。あいつが神隠しの原因か。なんだか話が変わってきちまったな。それならなおさら、あの子を見つけないと。じゃねえんだぞ、こっちは。ここどこなの？あの子、見つからないよ。ここだね、ちょう。またか。同じ場所に隠れる犯人ってのもいたからな。同じ場所を探してみてもいいかもな。屋根が壊れてたよね。上から行けるかも。ちゃんと帰れたかな。多分な。でも、なんか許せないね。
子供に罪はねえよ。大抵大人が原因だからな。諦めたみたいだな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。出しているうちにあの世に繋がっちまったようだな。この先はあの世と繋がってる。入ったら簡単には戻れねえ。いい度胸しているよ、まったく。
別だけどな。簡単には帰れないみたいだよ。全部相手する必要はないぞ。鳥居のそばに何かある。もらえるものはもらっておけよ。
しくなってきてる。そんなわけないよ。嵐の声か。どこかの家の中にいるはずだ。探してみようぜ。座敷わらしの家から遠ざかってるぜ。声が聞こえない。どこかの家に座敷わらしがいるはずだ。この家に座敷わらしがいるはずだ。青い器におばあさんの塩せんべいをそのなえたら顔を見せてくれそうだね。聞こえるぞ。お前も妖怪好きだね。好きとはちょっと違うかな。
して。よし、頼むぜ、お地蔵さん。いなくなったな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。